80回。アブローラー今から500回頑張ってやって、今の体と500回やった後の体を見比べていくっていう検証をやっていきたいなっていうふうに思います。やっていきます。膝が痛いな。えでもだよ。130回目、あと370回。これはね、この企画、間違えたわ、マジできつすぎる。あと80回。はい、ということで、アブローラー500回やったらどんだけ腹筋が変わってくるのかっていう検証を今しました。多分今僕が撮りながら見てるんですけど、全然違いますよね。めっちゃ効きました。めっちゃきつかったけど、めっちゃ効く。きついのは腹筋もきついけど、実際腕の方がきつかったかなっていうふうに思います。肘曲げて途中からやってたんですけど、肘曲げてやると三頭筋がめっちゃ効いてて、肘伸ばしてやると三角筋だったりとか、肩の方がね、きつかったです。あとは背中にめっちゃ効きました。途中からね、肘伸ばしてやると肩痛くなってきちゃって、だから肘曲げて途中からやってたんですけど、肘曲げてやってもだいぶ効きますね、これ。はい、ということで、まあ今、ちょうど1時間15分ぐらいか。ってことで、まあ1時間弱で、アブローラー500回やったら、腹筋本当に見違えるぐらい変わりました。なんで、まあ、アブローラーマジで効果あると思うんで、これね、正直2000円もかかんないと思うんですよね。2000円もかかんないと思うんで、まあ、腹筋鍛えたい方だったりとか、まあ、背中腹筋、まあ、正直全体っすね。これ多分全体鍛えられるいい機会なんで、アブローラー頑張ってやったら、多分普通にジムに行って、今日は広背筋の日、今日は胸の日とかってやるよりも、アブローラーを本気で1ヶ月、2ヶ月頑張った方が、多分成果早く出ると思います。この動画良かったなと思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではね、今回はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。チャンネル登録してね。